こんにちは。今日は7月に Q 店でお買い物をした商品を紹介していきます。はじめにこちらはクリオかなんかのブランドかな、クリオのヘアケアブランドなのかな、ヒーリングバードというところの、ノーウォッシュアンプルトリートメントのライト、洗い流さないトリートメントヘアスプレーっていう感じかなと思うんですけど、これはライトと、あとはもう一個種類があったのかな、ハイダメージ用と、まあ、普通用みたいな感じ、あとはなんか髪質で細い髪用と、まあ、太い髪用みたいな感じで分けられてて、私はこちらのライトの方を購入しました。これはね、2本セットで1プラス1で売られていたので購入してみました。今ね、使ってるものが特にないので、まあちょっとこれね、口コミも良かったので、ちょっと試してみようかなと思って購入してみました。そして美容液になります。こちらは、魔女工場のビフィダバイオームコンプレックスアンプル、過去にガラクナヤシンの美白系のものも購入したことがあるんですが、こちらはどちらかというとエイジングケア系になるのかな。で、まあ、たまたまこちらの夏バージョンの限定のこのパッケージですよねが出てて、 10% オフだったかな、 20% オフだったかな、なんか割引になっていたのでそのタイミングで購入しました。こちらは夏というよりかは、まあ、ちょっと秋冬向けに使おうかなと思って購入してみました。そしてこちらも美容液で、なんか全然見えないんですけど、こちらは基礎でいいのかな、基礎の、基礎ピュアエッセンス VC30 ですね。ビタミン C 系の美容液になります。内容は30ミリのものになりますね。すごい、ちゃんとした瓶で高級感がある。うん、これもね、気になってたブランドで、今ちょっと、まあ夏ももう終わりかけかなになってるんですが、うん、鎮静よりも今はちょっと美白系の美容液を使っているのでこちらを購入してみました。そしてコスメは1点だけですね。こちらはペリペラの V シェーディングの03番のちょっとグレー系かな、ブルベ寄りの色味のものになります。これもねちょっと気にはなってて使ってみたいなと思ったので購入してみました。確かねクリオがなんか安かったのかな、クリオのセールをやってた時に買ったのかな、忘れちゃった。でサンプル品、こちらはクリオの方に入ってたダーマトリーのシカパッドが1枚入っていたのと、あとは魔女工場はいつもいっぱいくれるんですよね。こちらがなんか4個5個ぐらい入ってますね。クレンジングフォームが、クレンジングソーダフォームとピュア&ディープクレンジングフォーム、クレンジング2つと、パッケージだけで見ないとわかんないけど、セラムって書いてある。なんかのセラムと、アイクリームと、ガラクナイアシン 2.0 のエッセンスのサンプルが入っておりました。これはどっちかが洗顔でどっちかがクレンジングなのかな？これもちょっと調べてみないとわかんない。いつもね、魔女工場はこんな感じで一式入ってるので、すごく助かりますね。少ないんですが、7月の Q 店での購入品は以上になります。ご視聴ありがとうございました。